アバルト124スパイダーとは、マツダとの技術協力協定によって、同社の ND 型ロードスターをベースとして作られた2、ドアオープンカーである。元は、フィアットの車であるが、それを、チューンアップして、アバルトのブランドで販売。なお、仕向け値に関わらず全ての仕様は、広島県のマツダ宇品第一工場で製造されるが、日本向けは、 フィアット仕様を販売せずアバルト仕様のみが販売され、日本政府の自動車形式認証においてはマツダを製造事業者とする国産車として取り扱われる。車台番号は他の国産車と異なり、形式記号製造番号ではなく17桁の車両式別番号となる。発売から4年間の日本の登録台数は2224台である。同社は 2016から2017日本カーオブザイヤー10ベストカーを受賞した。これはベースとなる ND 型ロードスターが2015から2016日本カーオブザイヤーやワールドカーオブザイヤーを受賞したことが影響している。2013年1月、フィアットとマツダが提携に合意。当時は2015年からロードスターをベースとした後輪駆動の2シーターオープンカーを フィアット参加であるアルファロメオ向けに供給するという内容であった。この提携の背景には、マツダ側は本社工場の生産効率を高め、フィアット側は商品力を高めて、アルファロメオの世界販売台数を増やす目標があった。2015年11月18日、ロサンゼルスオートショー2015にて、124、スパイダーの名で世界初公開。 基本骨格や基本インテリアをロードスターと共用するも前後衣装を初代124スパイダーをオマージュした造形とし外見の印象はロードスターから大きく異なっている。またエンジンはマツダ製1.5リットルスカイアクティブ G に代わってフィアット製1.4リットルマルチエアを搭載。ただし提携当初に予定されていたアルファロメオブランドではなくフィアットブランドでの登場となった。 2016年2月、ジュネーブモーターショー2016にて、アバルト版であるアバルト124スパイダーを世界初公開。124スパイダーをさらに注にし、ブレンボ製、ブレーキ、ビルシュタイン製、ダンパー、レコルトモンツァのマフラー、トルクセンシング式 LSD など装備する。2020年にベースモデルのフィアット版と合わせて生産終了となる予定。 フィアット CEO のオリビエ・フランソワは、オートーカーのインタビューで、124の市場は非常にニッチであるが、我々にとって有益なビジネスである。しかし、フィアットの将来において特に重要ではないと語っており、ブランド路線を重視して124の生産終了を決定したとされている。FIAR-GT カテゴリーで公認された124のナリーバージョンが存在し、 レッドゾーン 6500rpm で 300ps の1.8リットルターボエンジンを搭載している。124アバルト r g t 移動車は4代目ロードスターをベースとしているが、全体的に差別化されている。また、日本国内仕様において4代目ロードスターの形式が NDRC 車は5、2リットル車は E となるのに対し、124スパイダーは NF2EK となっている。アバート 124GT インテリアは、ほとんど同一だが、わずかな違いがある。どちらもマツダコネクトを取り入れているが、ロードスターは、始動時にマツダのロゴが表示されることに対し、124スパイダーでは、始動時にアバルトのロゴが表示される。新規開発した、FR 用スカヤクトティブ MT によって軽量化を図っているが、 124スパイダーでは、下級エンジンを用いるゆえのトルク対応や、今後の発展性を鑑みて、より許容トルクの大きな NCK ロードス対応のトランスミッションを採用している。アバルトブランドの各社はもともとフィアット社のカスタマイズ版として発売されており、124スパイダーにおいても、フィアットのモデルをチューンアップしている。ありがとうございます。